指導会は、かつて、東京都渋谷区代々木に本部を置いた、学習塾、学習指導会とも呼ばれた。運営は株式会社修学者。主な業務は、小学生を対象とした、中学受験学習指導であった。学年が上がるにつれて、志望校別指導に力を入れ、有名私立、国立中学への合格者を多数輩出した。特に、 創業者であり長らく塾長を務めた高橋隆介の出身校である武蔵中学校の受験指導に強みがあった。前世紀には同校だけで毎年70名程度の合格実績を誇っていたほどである。しかし、教員の質にばらつきがあり、保護者からの苦情に対応できなかったなどの声もある。生徒の動機づけを促すために様々な新しい施策を展開し、 お受験ブームの中で他の学習塾にも大きな影響を与えたことで知られる。教員のニックネーム書く教員は、馬、ライオン、ゴリラ、虫、カエル、幽霊、スイカ、ハチなど親しみやすいニックネームを持っていた。生徒は通常このニックネームで教員を呼んだ。ハンコ授業中に問題に正解したりすると、教員から任意の数のハンコを大腸に押してもらうことができた。 ハンコは、所定の数を集めると、各教室の受付カウンターで、ノート、鉛筆、蛍光ペン、T シャツ、オリジナルのロールプレイングゲームフーカード、電子手帳などの景品と交換できた。なお、ハンコの図柄は、教員のニックネームと連動するユニークなものだった。書き合宿書き講習の一環として8月に実施され、6年生を中心に、各教室の希望者が参加する。 白樺湖のホテルなどを会場に行われ、授業のほかレクリエーションも取り入れられた。しかし2004年からは行われていない。その代わりに、通常の各期講習よりも、授業時間数の多い特別講習に置き換えている。クラス分け生徒数が一定数以上の講座では、模試の成績に応じて、クラス分けを行った。それぞれ、一軍、超一軍、ウルトラ超一軍などと名付けられた。 二軍以下の名称もあったが、当該生徒の劣等感を排除するため、用いた例は少なかった。なお、かつては関西地方にも教室を持っていたことがある。ありがとうございます。